自分の感情、内面に気づき、自分で自分を大切にできるようになるためのパートナー、マイモンの、発表を始めさせていただきます。アプリを作るプログラムなので、初お披露目っていう形でこの場をいただいて非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。早速、3ヶ月の実験報告を始めさせていただきます。なぜマイモンなのかということと、何がマイモンでできるのかというところを門田舞子さんのストーリーでお伝えさせていただければなというふうに思っています。全体像からお伝えさせていただきたいんですけども、マイモンを使うと一緒に自分の感情だったりを、深めてくれて、その感情と上手に付き合うサポートをしてくれます。このストーリーを皆さんと以降のページで分かち合えたらというふうに思っております。まず実験を通して見出した舞子さんの課題をお伝えします。皆さんと同じ時代を生きている舞子さんなので、世の中は変化し続けている中で、未来は不確実の中で、個人それぞれが生き方を問われている時代です。右側の、経産省が出している社会人基礎力でもある通り、リフレクションというところが中心に据えられていて、自分で答えを作ることというのが求められている時代かと思います。30人のアンケートを実施させていただいたんですけども、個人にもその概念が浸透していて、内省重要ですかと聞いたところ、皆さんが重要と答えております。一方で右側のように、やる上では課題が存在しているという状態です。インタビューでそちらの課題を深掘らせていただいたんですけども、例えば内省は余白がないと十分にできないであったりとか、自分で考えると抜け出せないっていうかと、一方で人に頼るときにコーチングを使っている人は月1回のより大きな扱いたいテーマがあるので感情までは扱いきれないであったりとか、友人に少しそういった気持ちを喋るっていうことはためらいがあるっていうことで、自分で自分と上手に向き合えるということを、思考している人は非常に多かったというところが分かっております。こうした声をヒントに、余白がないときにも十分に自分と向き合える、感覚思考と向き合える、受容できるようになるにはどうしたらいいのかというところが、マイモンを考える上での問いにさせていただいておりました。以降のページでは、現時点の答えであるマイモンをご紹介させてください。はい、このキャラクターが、マイモン、モンスター・イン・マイ・マインドなんですけども、自分の感情を内面に気づき、自分で自分を大切にできるようになるためのパートナーとしてマイモンが存在します。こちらのように、色と頭に生えた目がですね、ユーザーの感情に合わせて変化します。プルチックの感情の輪という右側の、図表があるんですけども、アメリカの心理学者が提唱した感情のリテラシーに沿って、マイモンの色が変化するという仕立てです。このマイモンと一緒に舞子がどのように感情を認識し、上手に向き合えるようになるのか、次の2ページでご説明します。まずは感情を認識するです。画面のようにマイモンが舞子に問いかけます。感情をプルチックの輪から、2番目ですね、選択すると、白のマイモンが例えば黄色に変化して、ああ、舞子からしてみたら、自分はこういう感情だったんだということを鏡のように、投影してくれる舞門を通して知ることができます。感情のきっかけを伝えると、ストックしておけて、この感情が生まれるヒントとして大切に所有しておくことができます。次が感情と上手に関係を構築する、付き合っていくというものです。ここでは、不安ちゃんを出しているんですけども、不安なんだねというふうに舞門が問いかけてくれて、感情に合わせてボタンが出てくるようにしてあります。ここでは感情をほぐすを押すと、恐怖をほぐすような向き合い方リストというのが2番目に出ていて、例えばハーブティーを飲むみたいなものを選択すると、マイモンちゃんが向き合ってくれてありがとうというような感謝の気持ちを伝えてくれつつ、ユーザーは感情の変化を伝えて、あ、自分の不安が少し和らいだな、そんな環境を、体験設計しております。まあ、こんな形で、マイモンの、設計をさせていただいたんですが、実験の一番の成果としては、メンターの鈴木さんに土曜にこの資料を見てもらって、周りの人に全員に伝えたいということと、まあ、武田さん自身が、これがすごく自分の中の自信があるように感じたというふうに言っていただいて、まあ、実験で、インタビューを通して、皆さんの課題を通して、マイモンを作っていって、自分の、考えていることが自信がついたというところが、非常に大きな成果だったかなというふうに思っています。はい。最後1分ほどなんですが、これからの実験としては、自分たちの、自信につながっていくストーリーができたので、実際にアプリとしてローンチをしていくということを目指していきたいです。具体的には1000名ほどの規模で、利用を想定したベータ版のリリースを進めていきたいというふうに思っております。は
で最後、100年先の未来ということもあったんですが、サービスビジョンとしては、マイモンでは自分が自分らしくあれる、状態というところ、内政の力をつけていくということをサポートして、このような矢印の循環を目指していきたいというふうに思っています。最終的には自分を受容した状態で、まあ、自分がいて他者がいてくれてるんだなってことだったり、他者がいてくれて自分が自分らしくあれるんだな、自分も周囲も肯定的に捉えられるような喜びにあふれた共生社会というところを実現していきたいというふうに考えております。はい、最後になりますが、このようなアクセラレーターのプログラムに初めて参加したので、あの非常に楽しく、自分自身にとってもやりたいことがどんどん自分ごとになっていくようなプロセスを味わわせていただきました。100番地の皆さん、そしてメンターの鈴木さん、ご清聴いただいた皆様、今日はありがとうございました。以上になります。